一方で本来助けに行くはずの救急車が、救急車が横転、助けてください。昨年末、東京昭島市の国道で救急車が中央分離帯に衝突、横転、隊員3人が軽傷を負った事故で、運転していた隊員が眠気に襲われたと説明していることが分かった。コロナの感染拡大の影響で、なんと17時間連続で活動し、7件の救急出動に対応していたという。捜査関係者によると、ドライブレコーダーには事故直前、運転席や助手席に座る隊員が居眠りしている様子が映っていたという。一体今、救う側では何が起きているのか。居眠りって言い方が僕は合ってないと思ってて、気絶に近い状態だと思ってるんですよ。そう語るのは岡山県の消防局に勤務し、現在は消防士を目指す人への支援活動を展開する枝豆さん。常にも緊張感がある状態で行ってるんで、かなり本当に疲弊してると思います。やっぱりその仮眠が取れない、昼ご飯とか夜ご飯も救急車の中で食べるっていう生活を、それが日常茶飯事。さらにこんな緊張感も。道が間違えたらいけないんで、僕も実際運転したことはありますけど、本当に緊張感もありますし、1分1秒争う現場なんで、道を間違えた時点で、周りの市民から見ても何してるんだって話になるんで、間違えちゃいけないっていう緊張感もあります。東京消防庁によると、2022年の救急隊出動件数は87万2101件と過去最多を更新。救急隊1隊あたりの1日の平均活動時間は15時間30分を超え、前年を4時間ほど上回るレベル。出動する以外にも様々な業務が。救急車出動して帰ってきて、でそこで、救急出動報告書っていう報告書書くんですけど、例えばその救急車の出動が1時間あったら、デスクワークっていうのは多分20分から30分、半分ぐらい。東京消防庁だったら、そういうのしたら本当に出動間に合わないですし、報告書を作る部隊というか、そういう専門のところがあるっていうのを聞きました。とにかく激務が続く救急隊をめぐっては、こんな訴えも。救急車が止まってるとなんかサボってんじゃないかとかですね、そういうような批判もツイッター上とか SNS 上とかであったりなんだりするんで、隊員はやっぱりどことなく躊躇してしまうっていう。埼玉東部消防組合によると、救急車の出動要請が急増したことで、朝に出動した救急車が夕方まで消防署に戻れないことも。そのため救急隊員は水分補給ができず、トイレにも行けない状況が続いているとし、搬送後にコンビニ店の駐車場に救急車を止めて、飲み物や軽食を買うことやトイレを借りることに理解を求める一幕も。僕がやっぱ伝えたいことが、やっぱ消防士っていうのが、救急出動中にやっぱ食事取れない部分とかもかなりあるんで、出動したら、そこでやっぱコンビニとかフラッと揺れるようなやっぱその世の中にしたいんで、コンビニに寄ったら勤務を怠慢してるとかサボってるとかっていうイメージがついたんで、やっぱりその変えていってほしい。しかし激務を強いられる隊員たちへの対応もその場しのぎだと枝豆さんは指摘する。ミンティア、ミントとかそれを配布するんで、それを食べて運転してくださいっていうのがあったんですよ。そんなんで事故防げるんだったら、もうみんなやっとるわって思うんですよね。意味わからない対策出してるところは直してほしいなっていうのがあります。市民を助ける救急隊員が助けを求めている事態をどう解決すべきか。119かけて7割がもう救急車必要ないっていうパターンが多いんですよね。だからもうアプリというか、7119もそうなんですけど、そこに一回相談してほしいっていう気持ちもあります。シャープ7119はすぐに病院に行った方が良いかや、救急車を呼ぶべきか悩んだりためらうときに電話相談できる番号。まずはこちらを利用してほしいと訴える。さあ、というわけで17時間働き続けた、救急隊員の居眠り事故ですけれども、その実態を語っていただきました。古谷さん、はい、どうご覧になりましたか。やっぱりそのもちろん実行は良くはないことなんですけれども、おっしゃってたようにやっぱりその本当にそれ救急車案件ですかっていうのは
もちろんね、高齢化もあるし本当に困ってる方はしょうがないんですけれども、でも本当それ救急車案件ですかっていうのは増えましたよね。それは110番も僕そうだと思ってて、はいはい、すごい問題になってるじゃないですか、うん、だから適正利用、適正な救急車の利用をお願いしますということをやってますけれども、まあ、でもね、その資源がリソースがね、救急車もう一つの町に仙台とかあるわけではないので、うん、だから本当に困ってる方を優先させるためにも、そのまあ自己判断はね、もちろん医者じゃないから自分でこれ大丈夫だって思っててちょっと手遅れになっちゃったら、それももちろん問題ですよ。ただ明らかにそれ違うでしょうっていうのはそれは分かるじゃないですか、自分の体で。だからそれはちょっと手控えてほしいなっていうことで、やっぱり本当困ってる人がそれで行けなくなったらものすごい損失だし不幸なことなので、そういうのをもっとね、110番と合わせて僕はまあ市民とか県でも都でもいいんですけれども周知していくべきじゃないかなと思いますね、うん。ね、お話もありましたが、その前に VTR にもあった件おさらいしておきますと、消防署の方忙しすぎて食事もトイレも行けない、また仕方なく救急車でコンビニなどに立ち寄るとサボっていると批判を受けたりする、せめてそれぐらいは理解してほしいというお話でした。せちがらいな。大島さんいかがですか。いや、ちょうどこの前友達の赤ちゃんが、はい、高熱を出しちゃって、はい、夜中にこうぜいぜい息が苦しそうだっていうことで救急車を呼んだんですってね。そしたらその救急車の電話の先でそんなことで呼ばないでくださいって言われたんですよ、うん、らしいんですね。でも赤ちゃんはぜいぜいしてるし、はい、呼吸できないからえって思ったんだけれども、いやお願いしますからって言っても待ってますって言って、とりあえず救急車が来てくれたんですけど、その時に救急車の中でこう見てもらったら、あ、前言撤回、これは本当に危なかったって言われたらしいんです。でもその判断わからない、ギリギリの判断をきっと多分その救急の場ではもう何千件というふうに、ね、毎日対応していてっていうそのギリギリの状態で仕事をされているんだっていうのは分かったし、このシャープ7119っていうのはちゃんと利用して自分その呼ぶ側も判断しなきゃいけないなってすごい思いましたけど、そんだけギリギリのお仕事されてる方にコンビニ寄るだけのことをなんで許さないんだ世間はっていう、もう本当になんかその狭さみたいなものに、なんかこうちょっと呆れてしまうというか悲しくなってしまいますね。まあもちろんその人数とかいろんなことがあるんでしょうけど、居眠り事故だけで言うと救急隊員と運転される方をなんかね、そうですね、役職分けるとか、そうですね、分業できたら、割と警官の方は割とねコンビニとかで見ますよ。まあそうですね、うん、なんで救急隊員の方はこう批判されるんですかね。緊急性が強いと思ってるんですか ねでも結構そのクレームみたいなのをやっぱりちょっともうスルーしてほしいじゃないですか、やっぱ上の方が多分それが気にして、まあ、ダメだよってなっちゃってるんですけど、やっぱちょっとそれをもうスルーするような時期になってきてると思うんですよ。気にしなくていいよって、ね、うん、クレームは来るから何言われようが別に、はい、そうです、うん、っていうことはあると思いますね、うん、確かに。さあそしてその119番をかける前にですね、専用のアプリですとかシャープ7119に一度相談してほしいというね訴えもありましたが、今回ここでちょっと的外し情報として3桁の電話サービスというのを、はい、見てみましょう。まあ110番とか119番はね皆さんご存知だと思いますが、正常なのかなこれ。これ例えばこのさ104は分かりますか。分かんない、分からない、初めて見ました。104初めて見た。そうか、104っていう言葉自体がなんか耳で懐かしいなっていう。久しぶりですね。久しぶりに見ましたね。南かもしれない。僕も知らないです104。今いくつ。僕今年40です。それはただただ物しかないやろ。お恥ずかしい、お恥ずかしい。本当に知りません。そうですか。1年はこちらです。はい、答えすべてこのようになって、いいですか、こんな感じになってます。あ、まあ、番号案内か。そうか、番号案内なんですね、はいはいはい、その名前と住所から問い合わせ番号を教えてくれるんですか。全く知らんけどこれ電話の故障やから113かからへんのじゃん。確かに壊れてるからそうです。確かに壊れてる、ね、確かに。いろいろね。117は知ってますか、パオさん。聞いたことある。電報。知らない。時報。時報。時報。かけた。ようかけましたね。知らない。わかんない。家の例えば時計狂ってるからちょっと時計合わせといて言って117電話してピー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 ピ
いや忘れたよみたいな、そんなことないわな、もうな。インターネットで即すぐですよ、それは。天気予報もある。そう、天気予報もあるね。あれなんですか、136。136はですね、最後にかかってきた電話の日時と相手の電話番号を知らせてくれるサービス。そんな機能あるの。それってあれ、なんか申し込みとかじゃなくて、家電でってことですか。家電ですよ、ね。まあ、家電でしょ。携帯はわかるから、はいはい。ダイヤル操作一つで折り返し電話をかけることもできるそうです。へ、はい、は。159は何ですか。159はこれはですね、あ、そう、あ、違います。電話をかけた相手がお話し中の時に、相手の電話が終わり次第通常と異なる呼び出し音で知らせるというサービスがあります。知らんなそれ。そうなんや、はい。ただこれはもう来年の1月にサービス終了予定だということ、終わってしまうものもちょこちょこ、例えばそれこそ番号案内 の、 あの女性の方なんて、昔と比べて人数どれぐらい違うんでしょうね。使ったことないですから今となってはもう、ね、も 知らなかったです。番号案内、知らなかった。私の番号を教えてくださいって言って調べてもらったんですよね、懐かしい。ありました、ありました。知らない、はい、子供。あ、そうですか。ここでなんか携帯落とした時になんかあの公衆電話からかけたぐらいですかね、104は。あ、あ、そうですか、はいはい、あ、で途中からお店の番号教えてくださいって言ったら、何番ですって言って持ってたのが、じゃあつなぎますかって言って、お願いしますって言ってそのままつないでくれて、こんな便利だったかーって、もう狂気乱舞したけど。スマホ前。ありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。